どうもジャスティス上野でございます。今日は先発ピッチャーのアップルーティンをご紹介したいと思います。さあ本日先発なのは川上投手でございます。かわいい。あ、すいません、お邪魔しました。どうぞ続けてください。黙々と走ってらっしゃいます。本日の気温は一桁ですかね。めちゃくちゃ寒い。もう12月入ろうとしております。本日来ているのは大宮天保球場でございます。なんか真面目にアップされてますけどどうされたんですか？いやもうそれチームのために恥かけないんでアップからやってます。なるほど。いつもモノマネしか見てないですけどあんま似てないですね。自分の中ではクオリティ高いと思ってるんですけど。いやそれはもうインスタのね投稿でコメントがないように、あこいつ似てねえな、コメント差し控えようっていう感じでみんな思ってると思うで、はい、意外と答えてくれてる人がいらっしゃるんですね、はい、10人ぐらいいてる。 ありがたいですね。あ、すいませんお邪魔しました。いやとんでもないです。もうアップ続けてください。珍しいなぁ。アップってどんな感じでやってるんですか？アップはとにかく一汗二汗かいてちょっと疲れてる状態で試合に入るぐらいが僕はちょうどいいので、だからそこのアップの内容は何でもいいと思うんですけど、僕は基本的に走ります。今結構寒いけど、はい、ちょっと汗かいてるもんね。汗かいてます。えらい。毎回それはルーティーンとして行われてるんですか？意識してやってます。そこはこれだけは外せないアップはありますか？短距離ダッシュ30本ですね。30本もやってるんですか？はい、すごいね。投げる前から疲れちゃうね。そのぐらいが僕はちょうどいいんで、へ、そこを楽したら試合のピッチングもダラダラっとしてしまうんで、ちょっと気持ちを入れて。なるほど。今何本目なんですか？まだ2本目です。あ、そうですか。すいませんお邪魔しました。ごめんなさい。あ、頑張ってください。お、川上お疲れ。お疲れでした。ナイスピッチ。ありがとうございます。なんだ、何話してたん？いや、今日、ピシャピシャ抑えてたじゃないですか。うん。どういう風な感じで投げてたんかなっていうのを聞いてたんですよ。あ、達也が、はい、前意識で高い、前意識高い系あれやな、アイドルやな。ナイスピッチャーやったな。ナイスピッチャーでしたね。ていうか上野さん最近サブちゃん全然上げてなくないですか？めっちゃ話変えてくれん。はい、もうまあそうやな、上がってへんな。いやなんかちょっとサボり気味やなと思ったんですけど。寂しい、はい、寂しいね。なんかそれやったら僕もちょっと手伝ってやろうかなと思ってるんで。お、なるほど、サブちゃんに参入すると。いやちょっとジャスティス TV ない、まあ、クーニーのサブチャンネルですけど、ジャスティス TV のオープニングつけてエンディングつけて僕が動画ちょっと素材送るんで、まあ、達也もやると、はい、いうことですね、はい、なるほど。皆さんいかがですか、達也どうですかということでね、まあ、聞いて。じゃあ今回は第1弾ということで、はい、まあ、川上のね今日ナイスピッチングということで、はい、なんかこう川上に聞いてみましょう。はい、今日、まあ、さっきも話したんですか、ね、うん、今日どういう心構えで投げてたんですか？ちょっと、これも使おう、これも使おう。これ、これちなみにあれやんな、同級生やもんな。ラフに行きましょうよ、もう。だから、ほんま僕の時の甲子園準優勝してるんで。あ、そっか。スターっすよ。テレビで見てましたよ、家で。なるほど。寝ながら。そんな子が一緒に、まあ、プレーしてるってことか。そうですね。いい環境ですね。だから最初僕クーニーズ戻るみたいになった時に、まあ、また行かしてもらえるみたいになった時に動画で元ドライチ川上みたいな動画上がってて、もう来んなよと思ってたんですよ。来んなよな、今も俺来んなよと思ってるけどな。めっちゃ来たの。なんで来んねんって。しかもピッチャーで来るしみたいな感じだったんで。だよね。まあでも勉強するとこ多いんで、うん、川上さんの移動が盗みたいなと思います。いや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 、そんなこともない。今日ちなみに一番良かったという
なんか収穫というか。今日は、まあ、あの先週からカーブ投げ始めて、ちょっとカーブの練習をしながら実戦で試して、やっぱ強い球ばっかりじゃバッターにも合わせられるので、そこを交えることによって幅が広がったかなと思います。めっちゃ真面目いや、そういう話をしてたってことやもんな。まあ、たまにはね、こういう真面目な話をしながら、達也が結構な、もう、どうされたんですか、今日はどういう心構えですか。カメラってちょっと構えちゃうんで、ちょっとラフな感じで行っていいですか。じゃあもうラフな感じでいきましょう、はい、うん、じゃあ昨日の夜は何食べたんですか。それ興味あるかな。興味ない。もう大体こいつ大なすぎる、うん、いや大体焼肉かゴルフしかしてへんやん。まあね、川上といえば今インスタでモノマネもやってますんで、はい、まあ似てるか似てないかは川上のインスタを飛んでいただいて、はい、まあ、評価していただくということですね。コメントをバンバン言ってきてほしいですね、うん、そこはもう叩かれてもメンタルの強化につながるので。なるほどね、はい、そのメンタルでなぜプロ野球生活を送れなかったかっていうところですね。プロ野球生活の時になぜそれを気づかなかったのかっていうところですね。なるほどね。まあけど遅くないね、今クーニーズでな。そうですね、うん、ありがたく第二の人生やな、はい、頑張って行きましょう。やっぱ上野さん喋るの上手いから入っていく隙がないわ。ということでね、はい、達也が、今回、はい、サブちゃんをやっていただけると、はい、いうことで一緒にサブちゃんを上げていきましょう。やらせていただきます、うん、で、はい、内容としては、はい、まあ達也のこうグラブ紹介とか分からへんけども、はい、そういったところでね、考えてるのが何かっていうところと、あとはなんかこうチームメイトをなんかフォーカスした何かができればいいかもしれんな。そうですね、うん、なんかクーニーさんにも、まあ、僕一応そのアイドルやってて俳優やってたやってるのもあったんで、まあ、野球とちょっと関係ないところもやったら面白いんじゃないかっていう話もあったんで、まあ、そういうとこも、まあ、皆さん興味あれば上げていけたらなというふうに思っております。なるほどね、はい、まあクーニーの選手としては、はい、まあ、投手今9人10人ぐらいおるんかな。そうですね、まあその中でも同級生川上くんが今頑張ってるということで、はい、達也も置いていかれず、そうですね、うん、早くやめてほしいですね。いや、やめてもらえな。俺もそう思う。ほんまにトライアウト業は CLPB の、まあ、そうやな、それもサブチャンの企画しよう。はい、 OK というわけで、まず第1回目は川上さんに、インタビューというか言いますか、話を聞かせていただきました。 OK、 まあその内容全然入ってきてないけどな。まあ濃くね、短い時間やかもしれないけどやっていこう。はい、オッケー、それではバイ。あれ、そこだけはしんどいぞ。ありがとうございます。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またジャスティス上野アカデミー開講中です。野球が上手くなりたい少年少女の皆様、動画概要欄からお問い合わせください。大人の方も OK です。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。